聖バルバラは、初期フランドル派の画家ヤンファンエークが1437年に描いた小規模なドローイング。日本では、聖女、バルバラとも呼ばれる。油彩画の修作、下絵として描かれたのか、ドローイングとして単独で成立している作品なのかは、意見が分かれている。この作品の本質について、美術師家たちの間で広く議論されてきた。チョークの下地に、筆、 スタイラス、銀筆を用いて、インク、油絵具、黒色顔料で描かれている。青色や、ウルトラマリンも見られるが、これらの顔料は後世になってから描き足されたものである。描かれている箇所によって、詳細描写に濃淡が見られる。このことも、この絵画がドローイングとして独立した作品なのか、あるいは未完成の絵画作品の主体なのかという議論の一因となっている。 もし当初からドローイングとして制作された作品なのであれば、紙や洋皮紙に描かれたものを除くと、現存する最初期のドローイングということになる。いずれにせよ、確実に言えることは、この作品が当時のフランドルで高い神秘眼を持った美術愛好家たちの間で極めて高く評価されていたことである。聖バルバラは3世紀のキリスト教準教者だったと信じられており、 特にヨーロッパ中世後期に数形を集めていた聖人だった。聖人伝によると、裕で非キリスト教徒のディアスコロスが、自身の意に沿わない求婚者たちから、娘のバルバラを遠ざけるために、バルバラを塔に閉じ込めた。この遊兵生活の中で、バルバラは招き入れた司祭から、密かに洗礼を受けて、キリスト教に改修したが、このことに激怒したディアスコロスに追い詰められ、 最後にはディアスコロスの命による斬首刑で命を落とした。バルバラはヤンファンエイクと同世代の芸術家たちの間で広くモチーフとして採用された。この時期の重要な作品としてヤンファンエイクと同じく初期フランドル派の画家ロベルト・カンピンが1438年に描いたベルル祭壇画などが挙げられる。聖バルバラはほぼ単色の顔料で描かれている。 空の一部や窓の透かし飾りに青系の顔料が見られるが、これらは後世になってから描き足された箇所で、17世紀初期のフランドルの画家カレルバン・マンデルが担当したのではないかと言われることがある。バルバラの左腕の近くに描かれている三人の女性像。巨大なゴシック様式の大聖堂を背にして、バルバラは座して読書をしている。大聖堂は建築途中で、 石運びなどの様々な作業に従事している多数の職人が描かれている。ファンエイクが描いた他の女性の肖像画と同じく、バルバラはほっそりとした投げ型の女性として表現されている。腰のあたりでまとめられたゆったりとした袖のウプランドと呼ばれる街灯をまとっている。ボディスの開口部が深い胸元となっており、毛皮があしらわれた襟には縁飾りが施されている。 深い胸元の内側には暗色のおそらくはタフタ製の布が首回りを覆っている。また純潔の証として頭部には帽子や髪飾りは見られない。バルバラの左腕付近にはありあふれたウプランドを着用した建設現場を訪れている三人の女性が描かれている。真ん中の女性はスカートを持ち上げて内側の小樽をあらわにしている。 全員が頭から垂れ下がるフリル付きの髪飾りを被っている。職人たち。聖バルバラの背景には、淡い青空と茶、白、青の顔料が使用された広大な風景が描かれているが、ごく大雑把にしか描かれていない部分もある。大聖堂は極めて詳細に描かれており、緻密かつ複雑な建物描写がなされている。この作品が描かれた1437年当時に、 建築中だったケルン大聖堂と聖バルバラの大聖堂には多くの類似点が見られると指摘する研究者も存在する。ヤンファンエークのキャリア初期の多翼祭壇画であるヘントの祭壇画の神の子羊のパネルにもケルン大聖堂と似た戦闘が描かれているとする研究者も存在している。一見してわかるように大聖堂は建築途中であり、その建築現場には 工事に携わる職人が多数描かれている。石を運搬する石膏、現場監督、建築家などの姿も見える。美術史家、シモーネ・フェラーリは、その詳細表現と、様々な場面を細かく複雑に構成する技法は、後世のピーテル・ブリューゲルの作品群の予兆と言える、ものだったとしている。聖バルバラの詳細表現の濃淡が、鑑賞者の視線を聖バルバラと大聖堂に集める、 効果を担っている。大聖堂の最上部で作業する職人は、バルバラの周囲に配された職人に比べてはるかに簡素に描かれている。また、背景の風景部分もほとんど略図程度にしか表現されていない。聖バルバラにはフレームに見えるような縁取りが描かれていた。赤一色で大理石を模して描かれたそのフレームの最下部には、まるで彫刻されたかのような、 苦闘点のある大文字のラテン語の文字が描き入れられていた。記されていたのはヤンファンエイク作1437年というヤンファンエイク自身の署名と制作年である。この署名の存在が多くの議論を招き続けている。この作品が未完成だと仮定するならば完成品となる油彩画の主体ということであり。 ヤンファンエークの手を離れて、自身が主催していた工房の弟子たちに、この下絵をもとに、油彩画を完成させようとした可能性が高い。しかしながら、画家自身による作品への名や署名は、通常であれば完成した絵画に最初に付与されることを指摘する研究者も少なくない。ありがとうございます。